もうめっちゃいい匂いする。あ、惜しい。強いって。ついに入ったゴール下が。そっちのファール？そっちのファールなの？顔らしい。ああ、なんかいろいろいるらしいじゃん。なんか昭和とかいるらしいよ。あ、出た。あれ？いや、マジやばい。やばい。次俺らの影響が出る。でもさ、さっきのさ、あのもう一人の高校のあのチームから出てた審判の方がさ、やばくなかった。どうもね。あ、ナイスだ、ナイスだ。ハイパーソン出てきたよ。ハイパーソン、本当だ。ハイパーソン、品川ハイパーソン、攻めないハイパーソン。シュート打たないハイパーソンだけど。これでさ、公認審判とか言ってさ、お金もらえるんだったらさ、俺でもやるわ。ね。そんな変わりないよ。うん。B リーグ、B だ。うん。全然俺でもやるんだけど。でもさ、B リーグの審判もさ、なんかあんまりうまくないもん。
審判は何でよ。さ、外から見てるとさ、うん、すげえファールって、なんか自分が審判やってる時ってなかなかさ、うん、見逃すとこもあるけど、なんでこう外から見ると、でもさ、なんだろう、明らかなのはさ、わかるじゃん。明らかなのをいけないのは、なんかちょっと確かに、際どいのは吹けないけどさ。品川相葉さん、そんな？やばいよ。入院したんだけど、入院して3週間ぐらい入院してて40万ぐらい。やば。え、保険そう、本当ね。うちの子だけ保険入れてなくて、親2人が入ったんだけど。マジ？でも貸は治療費はかかんない。部屋代が10万円。ああ。そういうことね。そうだよね。子供は治療費かかんないもんね。300円までしか。うん。やばい、数万点。いやー、高いね。一丁前のホテルだよ。一丁前に結構いいホテルだよね。一丁前のホテル。今。でも、話聞きたけどさ、大した食事じゃない。リニューシブでしょ、だって。ゼリーみたいなでしょ、だって。ふりかけのご飯。魚半分。やばいっすよ。あ、うまい。いいよ、さっき持って、どうだって。さすがジャンリー。マジ？これ取られんの？翼今向かってるらしいです。あ、ほんと？ちょっと、まだちょっと変われる？ちょっと、あ、いや、あ、あといいや、ちょっとおしっこしよう。あ、いける。ちょっとおしっこしよう。自撮り入っちゃうんですか。じゃあいいよ。いや、ダメっす。なっちゃん怒られますよ。あれ、いやいやいや、ばいっすよ、やばいやばい、いりません。いや、その前にファールっすよ。社会人だよ。
社会人バスケだよ、何やってるいや俺バスケしてて相手臭い、臭くてきついなと思って。おえ直さないの？え平川行こう、平川行こう、平川、オーケー、やれ、平川行こう。やばいね。